自雲寺一式藩校の破壊一式藩校は、南北朝時代の武将、守護大名、一式守護大当主。非全国守護を拝命し、父、一式の隆二と九州丹内を継いだ兄直しに、従い南朝方の勢力と長年大臣を続けた、ものの、幕府方の勢力を救護しきれずに苦戦し、後敗退,退する。しかし、将軍、 足利義明、義光には引き続き信任され徴用され、文羅2年、昭平8年には、悲善国守護となる。塩文2年、昭平12年に、九州から帰還する。常治5年、昭平21年には、若狭国、英和2年、天寿2年に、三河国守護に部任された。半光は、妻の縁者で、将軍家直親であった、小笠原長久を登用して、 若狭守護大として派遣している。だが、若狭国の守護量の88%を占め、同国最大の都市であるオバマを含んでいた、最初今富は全守護の芝居吉種の時代に、山名時氏に与えられており、同国の経営は、混乱を極めた。だが、王安2年、昌平24年から大安4年、建徳2年にかけて、一色市支配に頑強に抵抗してきた。 若狭の国人一騎と合戦、ついにこれを鎮圧、支配を貫徹することに成功し、知式の一角としての一式種の繁栄の基礎を築いた。その一方、常治5年、昭平21年頃、吉田神社の所有である、若狭国の神領、並びに、能戸国のフラインを横領しており、吉田神社社務の吉田健広氏は、半光の下へで向いて、 横領の停止を要請するとともに、今川貞代,代に、その圧戦を依頼するなどしている。常時6年、昭平22年以降に出家、神殿と合した。元中5年、家境2年1月25日に死去。去年64、ありがとうございます。